石垣ラジオ。この番組は石垣島のパイン農家ラッキーこと荒木俊之と、毎日ゴミ拾い活動をしている合同会社縄文企画の田中秀典が、石垣島の魅力あふれる人物をインタビュー形式で深掘りしていく番組です。はい、石垣ラジオです。はい、今日は3月5日、はい、そうですね、収録を3月5日にやっておりまして、はい、何の日？サンゴの日。はい、ということで今日はヒデがサンゴを見に行ったという話をちょっとオープニングにしてもらおうかなと。はい、今日、今年もちろん初めてなんですけど、もうかれこれどのくらいかな、多分半年以上ぶりぐらいに、海で潜ってきました。潜るって。そうですね、泳ぐのはやってたでしょ。だってまあ、そうですね、トライアスロンで競泳的なものをやってたんですけど、はいはいはい、ちゃんとシュノーケル、はいはいはい、まあ、魚だったりサンゴ見に行くっていうのに行きまして、石垣島 の白穂っていう、白穂、はいはいはい、世界的にも有名な、そうだね、はい、青サンゴがある場所に、うんうんうん、連れてってもらって、おめちゃくちゃ綺麗でしたね。やっぱ時期的なものもあるかな。まあ、そうですね、うん、まだまだ、寒いというか寒くて、うんうん、まあ、透明度も高くてですね、うん、めちゃくちゃ綺麗でしたよ。へえ、はい、サンゴそんなやられてないの今。やられてる、マックもちょっと、まあ、見た感じだとあんまりよく分かってないんですけど、うんうん、まあ、特にその発火現象みたいな、うん、死んじゃってるとかっていうのは、パッと見は、パッと見はそうですね。ああ、そうなんだね。はい、うん、もうめちゃめちゃ綺麗な魚も、素晴らしい魚も、あ、もうなんか超でっかい魚とか、ああ、いた、いました、いました、なんか俺しばらくそういうのやってないかも。あ、本当ですか。うん、海行くと、はいはい、潜、なんだろう、海の上で満足しちゃってるね。海の上でビール飲んで、ビールを飲んでやっぱりそこですよね。あ、そっちで満足しちゃって、はいはいはい、夕日見てみたいな、はい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 、なかなか中に入るですね。なんだろう、モチベーションがないんだけど、はい、そういうの聞くとやっぱちょっと行きたくなるね。いやー、もうね、シナホでいつもその朝日を見ている海なんですよね。はいはいはい、あ、まあ、あのアースクリーンか、アースクリーンで、ね、そうです、そうです、よく行ってるもんね。はい、うん、なんで今日はちょっと初めて、うん、いつもそのアースクリーンしてる、うん、漂着ゴミを拾っているところを、うん、海側から見れたっていう。ああ、そう、すごい、それもなんかね、考え、なんか いいなっていう、また違う視点で、ね、そうですね、はい、そっかそっか。そう、今日そのめちゃめちゃ感動したのが、はいはいはい、あのニモちゃん、はい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 、ニモちゃんの、はいはい、あのニモちゃんだらけの場所があって、ああ、あれポイスポットだからね。そう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 、イソギンチャンクがあって、 そこにぐわーっといるわけでしょ。そう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 、もうどこ見てもニモちゃんみたいな。ああ、いいね。めちゃくちゃなんか、それは教えてくれた の、 あ、もちろんもちろん、やっぱそうだよ、うんうんうん、へえ、なんか別の場所に、うん、一個サンゴ、イソギンチャクがあって、はいはいはい、うわ、久しぶりにニモちゃんに会えたと思って見てたら、うんうん、そこなんかスルーで行くんですよ。おお、せっかくニモちゃんいるのにと思って、うん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 、そしたら、うん、ついていったら、うん、もうニモちゃんだらけで、もうそれどこじゃね、それどこじゃね。あ、もうあれ船じゃなくてもうビーチエントリーで、いえいえ、船で、あ、船で、ね、はい、うん、まあ、そんなにインリーフなんですけど、うん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 、はい、近くなんですけど、船で連れてってもらって、っていう感じですね。いいね、最高でした。あ、この時期潜るってあんまないもんね、はい、ダイバーとかじゃないとね。そうですね、うん、もう気持ちよかったですね、本当に。そっかそっか、あ、いいな、まあ、はい、まあまあ、これからですよ、石垣島は。そうですね、時期がやってきます、はい、もうだいぶ暖かくなってきたしね。そうですね、はい、はい、じゃあ、まあ、そんなサンゴの日ということで、はい、ヒデがそんな話をしてくれました。はい、今日はゲストがまた来てくれております。おります。前回吉田夫妻からの、そうですね、紹介で、はい、来てくれました石川さゆりさんです。こんにちは。あ、こんにちは。こんばんは。こんばんは。ようこそ。ようこそ。ありがとうございます。はい、前回ね、吉田夫妻、はい、収録して、はい、で、まあ、これテレフォンショッキング形式なんでね。そうですね、次を紹介してもらうっていうんで、そうです、この人が、はい、面白いと、はいはいはい、奥さんのさやかちゃん、さや先生、はいはい、さや先生が石垣島で何の遠慮もなくお股の話をできる人だって
言ってたよね。言ってましたね。言ってた、ね、言ってた、言ってた。どういうことって思ったの。そう。ちょっと今日その辺ね、深掘ってみよう。深掘ってマジで。じゃあ、石川さりんさん、はい、本当ありがとうございます。簡単に、はい、自己紹介を。自己紹介。そうですね。はい、僕たちも、今日初対面。そうなんですよ。初めて会う方っていうのは、本当僕ら初めてなんですね。うん、そうですね。ゲストね、うん。だから。なので、ちょっと、パパッと。とりあえず、はい、簡単に自己紹介を、はい、簡単に、あ、そうですね、はいはいはい、適当でいいですか、適当で、はい、石垣に住んで 5,6 年になりますかね、あ、そうですね、石川さゆりと申します。名前すごいですもんね、名前がね、いやもうね、一発で覚えるよね、もう、はい、えって思いましたもんね、最初田中秀則なんて、なかなか覚えられない、はい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 、荒木俊之とかね、もうやっぱ石川さりすごい、ね、いや 5,6 年、そうですね、あ、そうなんですね、なんかもうちょっと長くいらっしゃるのかなっていう、っていうイメージ、うん、あった、あった、ありました、うん、そう、で今どんな感じなんですか。今ですね、はいはい、そのさやかさんのお股の話はあれですけど、まあまあでも、なんていうか、ね、そのなんでしょうね、まあまあ、普段は何してるか、そうですね、まあまあ、でも、なんて言うんでしょう、ちょっとアロマとか、はいはい、冷気とか、はい、もうマッサージというか、セラピスト的なことも、はい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 、やりしつつ、え、市内のホテルのカフェでも、うん、はいはいはい、いたり、あ、まあ、時々さやかさんとそういう、まあ、そういうね、なんか大切だよねワークショップみたいなのを、ワークショップまではないんですけど、うん、2人で会った時にパーみたいな感じで、まあ、今や先生になりつつあるけど、はいはい、あの人飲むとやばいからね。あ、僕もね、その話、何度か、聞いてるんですけど、まだね、まあ、おっさんみたいになる。あ、そうなの。もう本当にそうですか。さやかちゃん、楽しい、見てみたいですね。可愛いさやかちゃんしかあんまり、あ、本当、そうですね、そうそう、まあまあ、ね、いや可愛らしいんだけど、なんかちょっと親父になりますか。そうそう、親父っぽい感じ、ね、それラッキーさんだからなんじゃないですか。うん、いやいや、ケンちゃんとかもいるよ、だから、あ、そういう時は、はいはいはい、なるほど、なるほど、うん、で、カフェと、うん、はい、セラピスト的な、セラピスト的なっていう、どういう感じなんですか、ね、セラピスト。そうですね、はいはい、自宅でも今ちょっとこじんまりと、はいはいはい、まあ、そうですね、来てくださった方に、はいはいはい、とか、あとはガーデンパナさんとか、はいはい、島内のホテルさんとかでイベントがあるときは、うん、そうですね、もう一人若菜さんというセラピストさんと一緒に、はいはい、お外でのマッサージ、ガーデンリトリートっていうことで、はい、そんなことも、はい、はい、ちょっと気になりました気になりました、気になってました、気になってました、はい、そのセラピストってなんかどういうことをされる方なのかなって、うん、あ、そうですね、うん、あ、そうですね、一般的には皆さんのイメージだとなんかこうオイルマッサージだったりとか、うん、はい、そうですね、あとはもう気候みたいな感じで触れないけども、なんかこういう気を送るみたいな感じだったり、さやかさんみたいにカウンセリングだったらカウンセラーかなとか、そういう超もみみたいな感じをやってるっていう感じでしょうかね。なんかこの体のケアをするみたいな感じですかね。そう、なんか言えばね、言うほどね、なんかなんか怪しくないですか。だから怪しい感じもあります。そうそうそう、だからまあそんな感じで、まあ、石垣島でも多いですですよね、そういう癒しみたいな、怪しい、怪しくない、怪しくない、それは分かんない。そっちじゃなかった。そっちだと怪しい人も多いです。怪しい人、まあ言ったら、まあ、この家に来る人は怪しい人ばっかり、怪しい人ばっかりですね、本当に。そうですか、まともな人いるかみたいな。なるほど、まあまあでも、まあまあまあね、はい、でそんな、多くいる中で、はい、どういう感じのマッサージを、どういう感じの、あ、そうですね、うんうんうん、まず習ったところがオーストラリアに行きまして、でそこで、うん、レメディアルマッサージっていう、まあ、筋肉とか 筋膜とか、筋膜、膜っていう体にはそういうものが、はい、ものはやりました。
はいはい、いろいろミックスはしてあるんですけど、はいはいはい、それはどういう筋ほぐすみたいな感じみたいな、どういう効果があるというか、あそうですね、うん、どういう効果があるか、はい、あそうですね、どういう効果があるか、うん、そのマッサージ、うんうん、受けて、うん、あそうですね、オーストラリアだと、うん、あのお医者さんから処方箋を受けて、はいはい、そのレメディアルマッサージ の、はいはいはい、あのセラピストさんのところに行って、うん、あのなんて言うんでしょうね、日本でいう理学療法士に近いような感じの、はい、なるほどなるほど、イメージでありますね。スポーツやる人に対してやったりとか、うん、してもやったりとかっていう感じですね。そういうのを学ぶじゃないですか、まず、はいはい、それだけじゃないですよね、でもそれ今の感じだと。そうですね、その前にアロマセラピーもちょっとやっていったりとかですね、興味があって。アロマセラピーっていうのは、うん、それはマッサージじゃないですよね。あそうですね、芳香療法ですよね、はいはい、香りですよね、うん、っていう感じですね、さすが。どう、そうそう、アロマセラピーも火で受けたことあるないですけど、うんうんうん、僕はアロマオイル、アロマオイル、キャンドル、ちっちゃいキャンドルやって、で、お水を上にやって、はい、そこに2滴ぐらいして、ね、寝るときは寝てます。あその、うん、あの熱でこう気化したのがこう、そう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 、ね、あそういうのもあるあるんですね、うん、でも、アロマセラピーってのは、うん、その、どういう、はい、なんだろう、こうどう嗅がせるどう嗅がせるか、なんかあそうですね、全然わかんない、わかんない、なるほどなるほど、あるんですか、うんうん、この人にはこれがいいみたいな、そうですね、そうです、事前のカウンセリングとかどこが痛いとか、はいはいはい、こういう、うん、あれで選んで、精神的なものにも、あそうですね、体にも、あのいろんな方向から、そういきなりね、あの、うん、あなたどっかちょっと精神悪いんですか、はいはい、って聞かれてもちょっとねお客さんも困っちゃういやいや、そんなことはって言ったら、じゃあ肩痛いですとか、うん、例えばちょっと、うんうん、あの腰がちょっと最近痛いんですけどって人にはどういう処方をするんですか、うんうんですね、例えばラッキーさんだったらその腰が痛いのは、うん、農業、農業ですよね、はいはいはい、そしたらばそういう労働というか肉体労働かなっていうこと、うんうんはいはい、よく腰を使うっていうことで、あの筋肉とかそういう体の中の乳酸とかそういう疲れを取るようなものを合うかなっていう、うん、そうですね、あそんなのある、うん、欲しい嗅ぎたい嗅いでみたい、トライアスロンやったって、そうですね、場合とか、じゃあ例えば、ね、そのほら大体同じじゃないですか症状が、うん、そういう場合、うんうんどういうのがいいんですかみたいな感じで、うん、そういうオイルみたいなの売ってもらえたりとか、そういうことは、そうですね、そういうのも、はい、あの混ぜてあの、はい、マッサージオイルの状態だったり、はいはいはい、クリームのような感じで塗るとか、塗ってその匂いがいいみたいな、っていうのもありますけど、でもこうね、そうあラッキーさんみたいにちょっとなんか馴染みがないなっていう方なんかは、はいはい、もうなんて言うんだろうな、あの馴染みないないですよ。そうそう、でもそのうんちくかみたいなのはもう置いといて、うんうんうん、ちょっと嗅ぎやすい香りだったりとか、リラックスしたいぐらいの感じで、うん、でいいと思うんですよね、なんちゃらかんちゃらって出されても、どっちかっていうと、ね、そのなんかと組み合わせるようなパターンの多いんですかね、そのアロマ、そうですね、そのマッサージとか、ねうんうんうん、る方もいますし、それ単体でやってらっしゃる、ね、もいる方もいるでしょうし、あとそういうさっきあのヒデさんが言ったキャンドルとかそういう物品にして使うっていう方もいるし、でもこう生活の中ででも全部あれですよね、ラッキーさんだったら例えばあの農業だったら土の香りだったりとか、はいはいはい、パイナップルの、ね、香り、うん、それが気持ちよかったりとか、心地よかったり、なんか、はいはいはい、うん、この土だったらいけるなとかなんかこうあるんじゃないですかね、食べちゃうやつ、ね、食べちゃうやつ、あ食べますか、さすがにないですけどなんかでもあの、うん、森とか行って食べる人いるみたいですよね、あと堆肥とか、はあはあはあ、香り、堆肥はもう、うんうん、あのいい堆肥はやっぱ香りが全然違う、うん、やっぱりね、すごいな、香りはもうなんか臭い匂いとかないって、あそうなんちゃんと堆肥作ってる堆肥社に行くと、うん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 、もうね、あの尿臭とかそういうのないんだよ、へえ、やっぱり不臭とか、石垣に来た時に、はいはい、あその堆肥の匂いが
軽く感じたんですね。この内地に住んでる時、牧場の近くちょっときつく感じたんですけど、うん、内地に住んでた時の、香りと、うん、違う石垣の方が軽いような、ああ対比の対比が、うん、多分まあそれいろんな理由があると思うけど、発酵進むのは早いのかな。ああなるほど、温度が高いから。あとはちょっと具体的には分かんないけど、状況をちゃんと知らないんで、でも石垣は堆肥ちゃんと作ってるとこあんまないんですよ。ちゃんと作ってるとこがあんまりない。ないんですか、そんなこと言っちゃって。ちゃんと作る人できたらいいと思ってるから。ああ、そうなんですね。やっぱり。特に、牛糞とかを使って作る場合とかは、多分難しい。もっとこう有機物、粗大有機物ってのをたくさん入れないと本当はダメだと。糞の割合が多いです。いや俺の話じゃない。でもすごい対比の話。なんかね、そう、そっち。まあ今度やるよ。ぜひお願いします。なんか本当なんかアロマだのマッサージなの、やっぱりすべてなんかその生活とかね全部つながっているのでね。本当ぜひお願いします。石川さん聞きたいのは、なんでそういうことをしようと思ったのかな。なんでか。2つ3つ理由がありますね。もっとも大きな理由はですね、もっとですね、はい、内地で、普通に会社員をしてる、ちなみにどこ、東京ですか。ですね、いろいろ転勤があるお仕事で、各地、関東から関西ちょこちょこ行ってまして、差し支えなければどんな仕事をされた。そうですね、某っていうか、スーパーの正社員さんですね。日本、スーパーだからいろんなとこ行っちゃうんですね。そうですね、いろんなお店を立ち上げるとかっていう時期がちょっとありまして、各地ですね、各モール、なんとかモールとか、なんとかバリューとかありますよね。そうですね、石垣島にもあるやつありますね。そうですね、超大手だね。超大手ですね。もうだって面白そう。バンバン建ててましたもんね。バンバン建ててましたね、あの時ですね。そうなんですよ。そうそうそう、そういう、まずそういう仕事をしてたと。そうですね。それを何年ぐらいやってたんですか。それを6、7年やってましたね。なんかちょっと疲れちゃったなっていう時に、ちょっとそのアロマセラピーというか、アロマセラピーとマッサージを組み合わせた方にやっていただいて、ああこれは素晴らしいと思って、さゆりさんが施術を受けて、いつかやってみたいけどな、でも某大手のね会社にいたらやっぱりちょっとなんかその就職氷河期とかですね、あったので、ちょっとそこのレールからね飛び出すのはめちゃめちゃ勇気いますよねっていうのは思ってたんですね。ましてや大手だったら安定はしてるからね、忙しい。そうですね。で、2つ目の理由が、愛とパッションなんですけど。何それ。いきなり来ましたね。なんか愛とパッション。松崎しげる。それは愛のメモリー。愛のメモリーか。そうですね。どういうことパッション。出会いですか、じゃあ。出会いが。出会いが。いいな、いいな。いいな、いいな。そうか。やめろ、なんか気持ちよくなっちゃう、やめろ。聞こう、行きましょう、行きましょう。どんな出会いですね。私は20代の学生の頃に台湾に留学していた。マジですか。ですね。じゃあ中国語もまあぼちぼち、いやぼちぼちでもない。台湾生まれ。生まれっていうのもあるんですけど、母が台湾の出身で、そうなんですね。父は日本人なんですね。なるほど。石垣なんか結構多いですけどね。多いですよね。その台湾と日本人。友人の移民の方だったり、台湾で生まれて、台湾に行ったんですか。そうですね、台湾で生まれて、その後すぐ茨城県、実家になるんですけど、で育ってしまって、中国語を喋れないで育ってしまって。なるほど。何歳の時にこっちに来られたんですか。もう本当に赤ちゃんの時なので、もうじゃあ分かんなかったんですよね。で
校大学に交換留学の制度がちょうどできまして、であの行けるってことになった時に、あの今のパートナーである、方に出会うわけですね。なるほど、クリスさん。クリスさん、そうですね。当時は全然お友達で、いたんですけども、まあその私が大手の会社を辞めて、そういうセラピストになるかどうか迷ってた時に、まあちょっと台湾にまあ母が今住んでるので、あ、そうなんですね。そうですね。で、まあ、台湾に母に会いに行くときに、そうだ、クリス何やってんのかな最近と思って連絡取ったら、今まだ台湾にいるよということで、会いました。会いましたね。会っちゃいましたね。会っちゃいましたね。再会しました。でその時にこういうアロマセラピーとか霊気とかっていうものをやりたいんだけどって言ったら、オーマイガーって言ってね、霊気ってアロマセラピーみたいな感じでですね、それはもうやるべきだと、それは素晴らしい、欧米ではねそういうの結構その時にはも理解があったわけなんですね。クリスはちなみに、あ、そうですね、クリスはあのアメリカ人ですね、ロスの。普通に、なんだろう、アジア系とかじゃなくて、あの親が、あの台湾出身ですね、ですね、2世、台湾の2世、台湾系アメリカ人の2世になりますね。もともと日本でどっかでお会いしてたんですか？あ、だから交換留学の、あ、そう、の時に、ごめんなさいね、そうの時に、あの台湾で会ったんですね。で会ってはいて、それが大学の時ですね。で卒業して、何年後ぐらい違う？そうですね、6年ぐらい後だったかな、あの東北の震災の後ぐらい、2012年ぐらいに会いました。あの夕日をね、見に連れてってくれた。夕日、何でしょうね、ロマンチックですね。で、あの、ま、靴下脱いでね、あのこのなんて言うんでしょう、まあ石の上に足をつけて、夕日に向かってこう手をこうなんていう、おむすび型っていうか、こうね、三角に手をかざすと、あのなんか夕日からパワーがもらえるよって言って、へえと思って、クリスがおおと思って、やってみようと思ってやったらですね、ビビッときたんですね。あ、私この人と結婚するんだ。大変、なんか降りてきちゃった。大変大変と思って、神のケージが。そうですね。それで、はあ、これはいかん、ちゃんと何か手に職つけるとか、まあクリスがアメリカに行こうが、台湾に行こうが、どこに行こうが、もう一緒に生きて、相手の気持ちは知らないですよ、その時は。でも、でも生きていけるようにならなくちゃいけないって思っちゃったの。すごい、それは愛とパッションだ。そんなのあった、ヒデ、今まで。今まで、ヒデさんもぜひ。悩むな、もうちょっと悩むな、お前。夕日もらって3ヶ月か。ああ、そうか、そうか。朝日でもいいよ、朝日で、朝日で。朝日の、朝日のお前、よく見れるんだから。毎朝と毎夜とやりますわ、もう。明日から。もう、ビビッと来るかもしれない。ビビッと来るかもしれない。でも、誰かと行かなかった。僕の話はいいです。いやいや、まあね。で、そうですね。それで、会社をビビッと来たけど、ああそうですね、ビビッと来たけど、クリスはどうなんでしょうね、はっきりは言いませんけど、もう来てたんじゃないのって思うんですけど、まあ彼は彼でまた考えることがあったんでしょうね。でその後はどういう、その後はですね、なんとかして霊気とアロマを学びたいと思って、その私が施術をあのしてくださった先生がオーストラリアにいると、日本人の方なんですけど、オーストラリアにいるってことが気持ちよかった時方のと思って相談したら、いや石川さんのワーキングホリデーでまだあの行けるんじゃないのかなって、年齢的に大丈夫、大丈夫だと。私はもうその時30歳になっていたんですけど、大丈夫だからってギリホリで、なるほど、あのその会社を辞めてギリホリで、ギリホリで、ギリですよね、ギリギリホリデーで行くことになりました。退職して、オーストラリア。何年ですか、ちなみに？2年ぐらい。そうですね、2年とも思ったんですけど、1年でもう帰ってきたんですか。伸ばせるんですよね。伸ばせるんですけど、それワーホリで行って、
その普段は何かをやって、はい、でその空いた時間で勉強みたいな。あ、そうですね、普段とりあえずもう生活のこともあるし、はい、レッスンのお金もあるので、はい、普段は大工の見習いのバイトを。大工の見習い外国で大工は渋いな外国でね、うん、外国で大工の見習いそうですね、なんかこういや手っ取り早くねお金を稼ぐんだったら、その、はいはいはい、なんていうか、はい、日本人がやってるね、はい、寿司、はい、お寿司屋さんだったり、はいはいはい、いろいろいっぱいあるんですよ、はいはい、でも、うん、たんですけど、そこにはやっぱりこう私がちょっとあんまり嫌だなと思った日本社会のなんて言うんでしょうね、うんうん、会社の感じが、これはオーストラリアに行ってまで体験しなくてもいいんじゃないかと思って、うん、はいはいはい、まあ、貯金はもうどん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 減っていくばかりなんですけど、なんとかこう、まあ、お掃除の、はいはい、あのバイトしたりとか、うんうんうん、そうですね、あとオーガニックの野菜を売ってる、うんうんうん、マーケットが土日だけありまして、はいはいはい、そういう売り子さんをしたりとかですね、なんかそんなことをしてました。そういう仕事をしながら、うん、その霊気と、そうですね、アロマセラピーとのマッサージを、マッサージを、はい、そうですね、直々に伝授教わってたんですね、していただいて、でオーストラリアから帰ってくるんですよね、帰ってきて、うん、クリスにですね、ああクリス来た、そう、はい、おう、ちょっと今後どうするんだろうと思って、はいはいはい、うん、あの私はあなたと、うん、あ の人生を思って、はいはいはい、はい、英語もね、それまであんまり喋れなかったので、はいはい、全然やっぱり喋れないか、全然彼は相手にしてくれないですよね、もちろんね、からあのこう喋れるようになって、うん、ちょっとはあのどう思いますかと聞きに行きました、聞いてみた、台湾に行って、うん、ほうほうほうなかなかいろいろね、彼は彼であったので、うん、まあ、会えなかったり会えたり、まあ、いろいろありつつも、まあ、あの、はい、まあ、一応あのお付き合いと言いますか、うん、まあ、何回か行ってみたいな感じだったんですか、1回行って、1ヶ月ぐらいちょっといようと思ってました。向こう台湾、台湾のですね、どうなんだと、はいはい、どうするの女性からすごいですね、グイグイもうね、うん、でこれでもダメだったら私は日本帰って、うんうんうん、あの暮らしますと、はいはい、仕事も探さないといけないし、はい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 、どう思うんでしょうかという感じで聞きに行きました。うんうんうん、そうですね、でどうなんですか。あ、それでまあいろいろなんやかんやありつつも、うん、まあ、あのまあまあ、あのお付き合いにいたり、はいはいはい、というそれがいつ頃、2015年ですね、5年ぐらい前、6年ぐらい前か、5、6年前って感じですね。でその後はどういう感じ で、 ですね、うん、1年ぐらい、まあ、日本と台湾行ったり来たりしながら、はい、あのクリスと一緒に、はい、過ごし、はい、でその先生がですね、うん、はい、石垣島でちょっとあのマッサージのお店をやるということになり、はいはいはい、ほうほうほう、そうなんですね、なり、へで1ヶ月ぐらいちょっといろいろマタニティのマッサージだったり、はいはい、妊婦さんの、ね、うん、マッサージ、うん、ちょっと追加で私もいろいろ習いたいことだったので、ちょっとあの石垣島に来ることになりました。へ、あ、そっか、そ、はい、うん、アウスもね6年ぐらい前って言ってましたね、うん、そしたらですね、はい、あの先生のお客さんが、はい、あのうちに住まないって言ってくれて、はい、であので先生もアシスタントの子が来るはずが来なくなっちゃったので、はい、じゃあうちでちょっとアシスタントもやらないみたいな感じになって、それで仕事ができたと、はい、そうですね、お家も、あ、家も綺麗に開けたんですね、開けましたね、すごい、そういう感じで石垣島に至ります。今もその仕事はしてるんですか。はい、私じゃなくて、あ、私ですね、はいはい、あ、その先生のあはもうあの半年ぐらいで卒業して、はいはいはい、さあじゃあさてさて自分の道を歩むにはどうしたらという感じになりましたね。うん、なるほどなるほど、そうでしたね、そうなんですね、パッション、いやでも ね、そのパワーはすごいでしょうね。いや、うん、そうだって今話聞いてても、うん、ね、すごいじゃないですか、うん、もう、まあ、そのね、ね、ぐいぐい違う国にもう1ヶ月間いるぞっていう、で、うん、どうなんですか、どうなんですか、ね、そう、そうですね、やっぱり男性もきっとですね、まあ、うん、そあのそういうなんて言うんだろうな、うん、
そういう誰かと人生を歩むって、はいはいはい、きっと勇気がいることだったり、うん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 、まあ、なんかいろいろあると思うんですよね。彼もそのまあいろいろあったんでしょうし、あ、まあ そうね、そうですね、うんうん、でその後は彼とはどういう感じだったの？その後はですね、はいはい、その後石垣に私だけ先来ました、はいはいはい、で、まあ、クリスは台湾にいて、はい、まあ、うん、お仕事は、まあ、カウンセラーというか英語の先生というか、うん、まあ、コーチングみたいな、うん、そんな感じのことをしているので、だんだん対面に、はい、対面の、授業にしてくれて、うん、こっちに長く入れるように、うん、あ、そうなんですね、で時々台湾にはちょっと帰るようなっていう、うん、行ったり来たりみたいみたいな風に、うんうん、今はそういう感じですか、はい、してくれるように。まあコロナになっちゃったから、ね、そうなんですね、台湾は結構厳しいですもんね、うん、そうですね、入国制限行ったら多分2週間ぐらい隔離になっちゃう、なんですよね、うん、しかもその間の宿泊費とか自分で払わないといけない、そういうことですよね、うん、いや出れないですね、出れない、距離的にはめっちゃ近いんだけど、ね、ですけどね、たかが300キロなのにみたいな、日本よりも近いぞって言ったら沖縄本当に近いからね、あ、本当ですよね、うん、そうそうそう、本当、うん、そうなんです。あ、まあでも、はい、まあ、今しょうがないですね、うん、そうですね、今はクリスさんはこっちにいらっしゃるんですか、うん、台湾で、台湾です、台湾で、はい、うんうん、寂しいですね、じゃあちょっとでもですね、彼はですね、はい、その6年私が台湾に住んでた時から、うん、なんかまあこういう僕が台湾から出れないロックダウンっていう言葉でね、うんうんうん、そういうふうに出れないこともあるからロックされて、うんうんうん、何かは分からないんだけど、予知してたの、なんかね、そういう予感があったんだけど、あったか、覚悟しといてねと言ってたんだ、言ってましたね、すげえ、なんかすごいちょっと変わった人なんですよ、あの人ね、だいぶ変わってますよ、だいぶ変わってるんで、ちょっとね、なので、ああなるほどね、あ、これが来たのかと、ちょっと、はい、コロナ来て、すごいですね、すごいすごい、そうそうそう、ちょっとクリスさんやって変なこと言われたら怖いな、はい、ね、君はいやいやいや、ね、そうそうそう、そうなんです。でもね、前回のふんどし屋さんの、ケンちゃんは何でしたっけ、クリスさんから変態って言われてるんですよね、そうですね、そう、一回飲みに行ったことがあって、家帰ってきてから、うん、He's pervert ってなんだろうえって言ったら、ハバートっていうのは変態って言ってましたね。いや、そうそう、合ってます。合ってます。そうですか。彼は変態です。変態ですか。そうなんですね。間違いない。間違いない。うん、ラジオ聞いた人は分かってる。そうですね。ね、うんうん、そうですか、ね。そうです、そうです、とっても素敵なね、はい、お二人ですけど。そうですね。で、そっか。じゃあ石垣に来た理由は、うん、その先生なんですね。そうね、先生きっかけに来て。うん、どうすか、石垣、どんな、うん、どう来てどうですか、あ、最初に来た時に、わあ、もう、わあ、なんて美しいところなんだろうと思って、どういうとこ、海とか、海とか空とか、もう空気、まあ、それまで台北、台湾の台北にいたので、はあ、もうしんどいと思って、都会なので、超都会ですし、で留学してた時はとってもね、楽しかった、若い買い物もクラブもなんかね、ね、よかったけど、やっぱりちょっと変わってきた感じですかね、自分の感覚というか、ね、うん、ね、どこが心地いいみたいな、うんうん、意外とみんなそんな感じの話してるよね、日でもやっぱりそうですね、うん、来た時は、うん、やっぱり日本かよっていうぐらいの綺麗な海と、うんね、うん、吉田夫妻もそうだし、そうですね、ビビビ、あ、いた、ビビビってきた人がいました、彼らもなんかやっぱ石垣はすごい、そうですね、ビビビっと来て、うん、電撃、うん、引っ越しを、うん、あ、やっぱり、うん、したって言ってましたからね、あの二人も本当にビビビってきて付き合いだして、あ、そうだ、そうだ、付き合ったね、そうだ、そうだね、ビビビだね、ビビビですよ、ビビビ系多いね、うん、なんかね、やってたんですかね、夕日やってサッカー系ね、ヒデさんはなんか今、はい、いらっしゃらないですか、うん、なんかそういういらっしゃらないですよ、ファッション、あ、はい、そうですか、聞いたら ここカットしてる、あ、そうか、大変大変、なるほどね、いやいや、全然いいんですけど、まあでも大丈夫です、僕はもうその、もうこれで、ね、これで、そうそう、これがあるから大丈夫、夕日を見て、もう、はい、もうすぐよ、これ来週ぐらいに、はい、そうです、で、今後は石川さんは石垣
うん、今まだね、そうですね、いるつもりですよ、ね、そうですね、これからこれから どういう感じでこう、うん、自分のことを進めていこうとか、うん、なんかビジョンみたいなってありますか。そうですね、確かに台湾に戻るとか、はいはいはい、実家の方に帰るとかはあんまり考えてなくて、もちろん茨城も素敵なところなので、はいはい、まあ、行ったり来たりできたら最高ではありますけど、でもそれが分かるまでは、はいはいはい、まだだからその明確には決まってないような感じですかね、うんうん、そうです。なんかクリスも言うんですけど、はいはい、これからその実家っていう概念がなくなるよって、あー、なるほど、ホームタウンっていうのがなくなるっていうのを言っていて、なんかこうもっと自由に住むところとか、うん、まあ、もちろん石垣をこうベースにしてですけど、うん、なんか二拠点とかもね、うん、結構一般化してきてるもん ね、コロナでさリモートワークできるようになっちゃうと、そうですね、そうですね、拠点って別に一箇所である必要なくなるから、うん、ないし、うん、どこにいてもできるしっていうことも増えてますね。増えてるからね、うん、例えば、うん、その、うん、ね、日でも関わってるけど、うん、教育とかも、はいはいはい、その義務教育自体がもうちょっとね、うん、変わっていく可能性が高いよね、うん、だってさ、ネットですごいいい先生に教われるんだったら、うん、勉強に関しては別に学校で教わらなくてもいいって思う人が、うん、まあ増えるだろうなって。そうですね、うん、もちろんその言葉もね、日本語じゃなくてもいろんな言葉で学んでいける時代になるでしょうし、うん、学力だけ高めたいんだったら、うん、そのやっぱいい先生に教わる方が時間もかからないし、うんうんうん、その分違うことに時間当てられたりするでしょ、うんうん、本当に本当に、うん、だから本当に今転換期ではあるよね、うん、だから、まあ、石川さんそのスタンスは、まあ、ある意味、うん、なんか今っぽい、今っぽいですか、うん、今っぽいかなっていう気がするっすよね、うん、本当ですか、うん、ね、ちょっと本人はあわあわして一体自由になるってどういうことなんだももっていう感じでいろいろこう皆さんのね、あのアドバイスとかこう本当に伺いながらやっていきたいなと、はい、僕クリスさんちょっと気になるね、なんか すごいことをちょいちょい言ってそうな感じがして、ね、ぜひね、来た時にはぜひお二人にも会ってほしいです、うん、はい、ね、ケンさんにやっぱ変態って言ってほしい。そうですね、ヒーズパワーって、そう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 、そうですね、うん、そうそうそう、ああでも、うん、そっか、まだじゃあその明確じゃないけど、うん、まあそういうスタンスでしばらくは様子見ながら石垣で生活していくっていう感じなんですかね。そうですね、本当にでもね、石垣島って本当に素晴らしい山、はい、ちょっともうクリスもこう、いや山クロブララとかブローザンオーマイガーってこう、はい、ね、なんかあの石垣ビーフもこんオーマイガーソービューティフルって、ただ焼いて塩で振って焼いただけなのにツヤツヤしてる、あ、そうなの、この輝きはなんだって、これは海のミネラルかなとか、すげえ、なんかですね、いうわけですよ、野菜を食べてもお水を飲んでも、もう雲一つ見ても、はい、うん、うわー、いやー、そういう、そういう感くなるよね、うん、こんな話された石垣島 ね、皆さんお待ちしてます、うん、いいとこするよ、ね、ね、町も近いし、うん、ね、飲みにも行きやすいし、そうですね、それだけか、そうそうそういやいや、そっかそっか、で、うんうん、まあ、あの何か話し残したこととか、うん、話し残したこと、はい、これは話しておきたい、なんかもうお二人にですね、はい、会えたことでもうすごい舞い上がってしまってですね、いや全然もういつもそこら辺の立ち飲み屋さんで飲んでる二人ですからね。あ、そうですか、うん、いや時間無駄にしたとか後で思うかもしれない、うんうん、いやいや、もう本当にこういう場にね、うん、あの、うんうん、一緒にいさせていただいて本当嬉しいです、はい、ありがとうございます。あれはいいですか、おまたの話はしてください。おまたの話はですね、さやかちゃんと一緒に、ね、聞きたいですね、今度じゃあさやかちゃんと一緒におまたの話をしてもらう、なるほど、そうですね、番外編で、はいはい、番外編、ね、面白そうで、それで、それ番外編か消えますかね、ちょっと、いや僕らあの多分、うん、あの、うん、恥ずかしくなっちゃうかもしれない、恥ずかしくなるっていうか、そうですね、うん、まあでも、うん、いや聞きましょうよ、ちょっと聞いてみて、ねね、さやかちゃんなんだけ言うから、うん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 、面白そうなんで、そうですね、多分タガが外れそうとってもね、大切なことではありますよね、うんうん、まあでもそうですね、ね、うん、はい、じゃあ、今日は、
石垣ラジオに来てくれて、はい、ありがとうございます。はい、それでですね、はい、ヒデ、はい、最後にあれがあるじゃないですか。そうですね。はいはい、このラジオを、次の人にそのバトンでつなげいただきたいんですけど、はい、いいですか、ご紹介していただいても。はい。はい、ですね、もう多彩、マルチなタレントの、はい、タレントタレントじゃないです、マルチな才能タレントくんのみたいな石川さんの友達はタレントなんですマルチな才能を持った、ね、はい、持った、はい、酒井厚子さん、厚子さん、はい、厚子さん、着物の方ですね、はい、そうですね、着物を、ね、着物をね、はい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 、はい、ね、あー面白そう、めっちゃ面白そう。厚子さんも、うん、なんか2、3回やったことあるけど、うん、そうですね、だいぶ変わってるからね、はい、2、3回じゃないか、はい、もうちょっとかな、うんうん、僕まだ数回かな、うん、あのね、うん、めっちゃ若いよね、うん、実年齢俺の2個上ぐらいだけど、うん、見た目全然若い。そんなこと言っちゃいましたね今坂井さんすいません、いやいやいや全然大丈夫なんです気にしないはず、はいはい、そうなんですか、坂井さんね、もっともっと若いかと思ってた、うん、超若いよね、あ、超とっても若い、自分のやりたいことを、はい、ガンガンやって、なんかもういろんなことされてますよね、興味のあること、面白そうだな。来週もまた、来週かな分かんないけど、はい、次も楽しみやね。そうですね、はい、いやー本当に面白い、はい、このラジオは、はい、どうでした今日は来てみて、はい、感想、多分めちゃめちゃ多分緊張だと思うんですよね。緊張してましたね最初ね、うん、あ、いや 見えますか、見えます、うん、でも途中ちょっとね、うんうんうん、あのパッションぐらいの時にそうですねちょっと解放されてる感じ、解放されてる感じが、うん、いやでも本当にね、あの、はい、あのラッキーさん兄貴と兄貴な感じと、はい、本当ヒデさんなんか本当あのラジオで聞かせていただいたみたいに、本当にそのまんま落ち着いた、本当にあの大きな心を持ったお二人ですね。ハードルが上がっちゃった、冗談冗談ですよ。もうね、これからのお二人のこの活動とかもとってもとっても、はい、楽しみにしてます。ありがとうございます。石垣ラジオに花を添えていただいて、はい、本当にありがとうございます。あのゲストにはあの、はい、プレゼントがありますので、そうですね、はい、まあ、お楽しみ、お楽しみに、やった、ということで、はい、今日のゲストは、はい、石川さゆりさんでした。はい、ありがとうございました。聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。